音程やリズム以前に圧倒的な差がありますよね。年齢、性別、才能、レベルは一切関係なく誰でもできます。あなたの歌が好き、重大発表も行います。誰も思い通り歌うことができるサクセスボイスマスタートレーナーの岩谷翔です。さて今回は登録者12万記念超有料級プロレベルのシンガー、ボーカリスト、歌い手のなり方、訓練方法について、実際に僕がやってきてプロを目指している人たちに教えている内容を完全無料で公開します。しかもこの方法、年齢、性別、才能、レベルは一切関係なく誰でもできます。単純なキーを合わせましょうねとか録音しましょうねという話ではないです。もっと上の話します。巷にはプロ以外でも綺麗な声で、はーみたいな感じで歌える人いるじゃないですか。皆さんの中にはそういう声を出すにはどうすればいいかと方法を探してこの動画にたどり着いた人も多いでしょう。しかしよく考えてください。声の綺麗な一般人がプロと同じステージ、例えば NHK ののど自慢で出場者が歌った後にプロの歌手が歌うと、音程やリズム以前に出場者とプロでは圧倒的な差がありますよね。こういうのを見ると、まるっきり世界が違うんだなと悲しい勘違いをする人も少なくないです。しかし実際に一流のプロシンガーと話していくと、才能だけでは説明がつかない技術があり、それが才能の何十倍も大切で、しかも誰でも身につけられる技術だと分かっている人が多いです。おそらくこの動画をご覧の皆様の中には、歌を仕事にしたい人や、プロでなくても圧倒的に一般人と違うレベルで歌が上手くなりたい、憧れのアーティストと同じステージに立ちたい人、自分の表現を10年でも20年でもしっかり続けていきたい人、他人を自分の歌で感動させたい人など、たくさんの夢を持ってる一人のシンガーとして望む人生を歩みたいなと思う人はプロあんま関係なくいると思います。そういう人はこの技術は絶対学んでください。というのが、実際問題その技術があることすら一般的ではないんです。大体の人は夢見ても親や先生からお前には無理だよって言われて道を諦めたり、ボイトレやってますっていうのが恥ずかしくて周りに言えない人もいると思います。自分の録音を聞いてあまりのひどさにショックを受けた、そんな人もいるかもしれない。そんな人たちの夢を守るために今回はこの動画で公開します。こういうことを言うと、そうは言ってもお前は才能がある側じゃんって言う人もいますよね。ご安心ください。僕は才能がゼロだったことに関しては超自信があります。というのも、僕は昔声変わりで1オクターブも声が出なくて、音程もピッチもガッタガタで最悪で、カラオケで精密採点じゃないやつで70点以上取ったことがない状態でした。音楽の時間に歌って好きな女の子に耳を塞がれた悲しいエピソードも持ってます。もちろんボイトレ教室も行きました。そこで習った方法を信じてやりまくりました。そしたら普通に喉が壊れて1年間声が出なくなりました。でも師匠から科学的ボイストレーニングを教えてもらったことで1年で声帯を回復させて、問題は B で入ったのに首席で卒業できて、バンドは地元徳島でワンマンライブで動員して、仕事としては龍が如くの挿入歌などメジャーマイナー関係なく500点以上の作品に関われました。そしてなんと今年は夢であったフジロックフェスティバルにも出演できました。これはいろんな方からの応援を本当いただきました。会ったことのないボイトレの先生から勇気になりましたとメッセージをいただいたのも嬉しかったです。才能ゼロでも積み重ねたらここまでいけるんですよ。だからこのレベルになるためには何を積み上げて何を気をつけてきたか、これを教えたいです。さらにこの動画の後半には皆さんの未来に関わる重大発表も行います。絶対に見逃さないように最後までご覧ください。では本題の前に、プロレベルの歌ってどういうものか定義を説明します。なぜなら歌を仕事にすることとプロレベルの歌かどうかってちょっと違うからです。歌の評価って好き嫌いが関わってるじゃないですか。今回の話は歌で食ってくぜっていう話ではないことをご了承ください。それより大切な基準があるんです。その基準を満たさないと、たとえめちゃくちゃ高い声が、あーみたいな感じで出て、I don't wanna close my eyes!
みたいに歌えたとしても人を感動させることはできません。基準を知らずに運よくプロデビューできたとしても3年後には消えてしまいます。では歌がプロレベルとはどういうことか。それは頭の中でイメージしている一番良い声を自由に出せて、聞かせる相手にそのイメージを確実に届けて楽しませれるレベルです。平たく言うとエンタメとして楽しませれるレベルです。ですのでたとえうまく歌えたと思っても、他人が楽しいと思ってなければプロレベルではないんですよ。逆に考えましょう。コミックソングで相手を笑わせようと歌って、そして誰でも笑わされるパフォーマンスができたら、そのシンガーってめっちゃすごいですよね。プロレベルとは上手に歌うことだけではなくて、相手がどう感じるかをコントロールできる技術のレベル、そういう風に僕は定義してます。ではどうすればそんな技術が身につくのか具体的に教えていきます。まず第一に重要なのが、曲の一番の盛り上がりを把握するということです。当たり前なんですが、歌は音楽です。音楽というものは基本的に音響効果を使った音響芸術です。音響効果は歌の強弱、含まれる周波数、タイミングなど様々な要素により現象を生み出します。実際にお聞かせしましょう。例えば、あなたの歌が好きというメロディーに対して音の強弱をつけると、あなたの歌が好き、強調できる部分が変わります。今だったらあとがに強調を置きました。さらに声の周波数を変えて印象を変えてみると、あなたの歌が好きとかなり歌ってる感が出てきます。さらにタイミングを変えると、あなたの歌が好き、元のメロディー、あなたの歌が好きと全く違う印象を持たせることができるのがわかります。そしてここからがこのポイントで非常に重要です。普通の人が目指すあーという綺麗な声で歌い続けた場合、人間はどう感じるでしょうか。大抵の人は10秒で飽きます。ショート動画ならピッてスワイプされます。綺麗なだけではつまらないんですよ。ですので歌を動かす必要がある。歌はジェットコースターだと思うと良いです。ジェットコースターには緩急がありますよね。同じように歌にも緩急をつけて人を引きつけるんです。実際ライブなんてその最たるものでしょう。例えばピッチやリズムがずれていたとしても、盛り上げ方がうまいとそのライブはめっちゃ感動的になります。ですのでまずここが歌えないんだよなという細かいフレーズ練習よりも先に曲の盛り上がりを把握すると、初心者から上級者まで関係なくレベルが一気に引き上がります。そして2つ目のポイントが、ターゲットを設定するということです。歌はプレゼントのように考えるといいです。他人にプレゼントをあげるとなるといろいろ考えますよね。例えばお人形が欲しいっていう3歳の女の子にプレステ5プレゼントしても喜んでくれません。音楽に癒しを求めてる人に、やってやるぜあーみたいな熱いハイトーンボイスを聞かせたら嫌がられます。プロのレベルでは誰に聞いてもらうかと考えるのが重要です。例えばオーディションであれば、その事務所がどんなアーティストを求めているのか調べてください。歌い手として人気者になりたいっていうのであれば、リスナーが何を求めているのかを調べましょう。これは僕の例ですが、このチャンネルでは僕は教える側として話しています。学ぶ人が求めている声の変化や上達法っていうのが分かりやすいように、アーティストとしての歌は封印してます。先ほどのメロディー、あなたの歌が好きも誰でも変化が分かるように歌ってます。これが自分のライブで失恋した女性がいて、その人を癒すために歌うのであれば、あなたの歌が好きという風になります。歌の練習を頑張っているロック好きな男性に歌うのであれば、あなたの歌が好きになります。音感のいい人なら気づくと思うんですが、今の歌い方、テーマに合わせて正しい音階からはわざとずらして歌ってる箇所があります。その方が相手に伝わるからです。こういう風に対象によって歌の表現は無限に変わります。ですのであなたも誰のために歌うかを考えてください。なおこう言うと、それって自分のために歌うのはダメなんかなと思う人もいますが、僕は自分のために歌うこと自体はすごく良いことだと思います。自分で自分にプレゼントすればいいんです。
3つ目は科学的な発声法を身につけるということです。最初に話した通り、音楽は音響芸術です。イメージを物理的に音にして再現します。そのため体を楽器として扱う仕組みやルールが必要です。どの筋肉を使えばどの効果があってどういう表現につながるのか、歌にとって本質的なアプローチが大切なんですよ。それが分かると高い声で歌え、大きな声を出せ、正確なピッチで歌えます。ただ実はこのボイストレーニングを学ぶ上で大きな壁が存在します。その壁とはつまみ食いです。ボイトレがうまくいかない人の9割はいろんなメソッドをつまみ食いします。少しずついろんな話を聞いてそれを自分に当てはめます。これ実は危険なんです。なぜならメソッドっていうのは全て対象と目的があります。薬と一緒です。症状によって薬の種類は変えるじゃないですか。それと同じようにボイトレメソッドも選ぶ必要がある。僕は昔ロックとオペラという2人の先生から習い、どっちつかずなみたいな歌声になって元に戻すのに何年もかかったことがあります。同じようにボイトレメソッドでも初級、中級、上級で全く同じ言葉でも違う意味合いになったりします。さらに国ごとだと全然違ったりします。例えば伝説的な歌手も習ったというアメリカのボイスメソッドが良い例です。そのメソッドはもともと歌の上手いシンガーが先生になるために開発されたメソッドでした。つまり本質はシンガーとして実績を出した上位 1% 以上の人が感覚を言葉にするために作られた補助メソッドです。つまり初心者が学んでも意味がないし、実績のないシンガーが教えても補助にならない歌える人向けのメソッドだったんです。しかしそこにビジネスが絡んで問題が起きました。公認トレーナーたちが誰でもグラミー賞歌手のように上手くなる科学的メソッドだって宣伝したんです。結果アメリカでは集団訴訟に発展して、そのメソッドはアメリカ政府からカルト認定されました。今では日本や韓国ぐらいでしかそのメソッドの名前を聞くことはありません。こういうメソッドには背景があるので目的を学ぶ前に知る必要があるんです。上級者用のメソッドと初心者用のメソッドを混ぜ合わせたらどうなると思います？ちぐはぐで意味のないボイスメソッドが出来上がります。メソッドは洗剤と一緒、混ぜると危険なんです。ボイトレを学ぶ前にメソッドの目的と対象をしっかり調べてからでないと、僕のように何年も無駄なことになってしまいます。なお、教室でどういうメソッドかを調べるのは超簡単です。学びたいメソッドを扱う教室が出している求人サイトを見ればレベル感がわかります。真面目な教室は講師の採用資格に〇〇メソッドレベルいくつ以上など厳格に決めてくれています。仕事だから当たり前です。ところがボイストレーナーは資格がないので誰でも慣れてしまう。だから危ない教室の見分け方も教えておきます。ボイトレ教室の求人ページに技術的な話が書かれてなくて、単に音楽経験がある方とか書かれているのは黄色信号。音楽経験と指導経験は違います。そしてもし求人ページに未経験 OK と書いてあったら絶対ヤバいです。素人が素人を教えている教室です。これボイトレ業界からは嫌われそうなんですが、被害者を出さないために教えときました。プロアマ関係なくプロレベルのエンターテイメントとしての歌を目指して投資するんであれば、何を学ぶかを見極めておきましょう。しかしこう話すとお前はどうなんだという意見もありますよね。サクセスボイスメソッドの目的は生徒さん自身が自分で声をよくできることです。そのために習得レベルに分けて初心者用からプロ用まで課題を作りました。なぜこのようなメソッドを作ったかというと、多くのボイスメソッドは生徒さんが通うこと前提で作られています。つまりメソッドだけでは基準や習慣が身につかないんです。ビジネスなんてそういうものです。しかしこの状況は昔の僕みたいに田舎で頑張っていたり時間がない人には上達がめちゃくちゃ遅い。そして本質的に声は日常的に使うんで、メソッドが正しくても週に1回や2回通ったところで普通に過ごしてると元に戻ってしまう。売れてるアーティストが専属トレーナーを雇ってるのはそれが理由です。しかしこの方法はめちゃくちゃお金かかる。アメリカだと契約金だけで1億2億かかるトレーナーもいます。そしてそんなトレーナーも当たり外れはもちろんあります。有名なだけで実はさほど技術のない人もいたりします。日本もほぼ同じ状況です。こういう状況が嫌で僕はサクセスボイスを設立し、一人で頑張ってる人でも結果が出せるメソッド、その開発を始めました。
そしてこれまでその一部を YouTube で発信し続けてました。実際こんなに声変わるんだと喜んでくれた人もたくさんいます。僕の憧れのアーティストさんが今まで学んできた方法と全く質が違うねと言ってくださり、レベルアップのために通ってくれる方までいて本当に嬉しく思ってます。そして僕自身、自分のメソッドを実践し続けた結果、今年はフジロックという大きな目標も達成できました。実際1万人以上の成果を実証済みなので、直接会える人は少ない時間でもよくできます。しかし僕が直接教えられる時間は限られてます。ですのでもう少したくさんの人に成果を届ける場として集中講座も行ってきました。3日間の講座に参加すると、高い声の習得や声質の改善、ピッチの改善、表現力アップなど、トータルでレベルアップするための講座です。こう言うと嘘だろっていう人もいます。しかし受講した全ての方から、信じてよかった、何度も受けたいと言っていただきます。ホームページでもビフォーアフターを公開してますんで、よければ見てみてください。ただこの講座も人数に限界があり、半年待ちの状態です。受講料も約40万円ですので、万人向けとは言えません。そのレベル感で歌を上達させたい方向けです。僕の気持ちとしては、歌を愛する全ての人に科学的なボイトレを届けたい。そういう思いがあるので、低単価で学べるオンライン学習の場も作ったことがあります。これはありがたいことに、累計2000名以上の方に学んでいただき、ビジネス的には成功でした。ただ、一人一人に細かいサポートやモチベーション管理ができないんですよ。もちろん内容には自信があるので、積極的で自己管理がうまいよっていう人はすぐ上達します。しかし、忙しかったり、モチベーション管理が苦手だなという人は成功が限定的になります。だからここまでご覧いただいた皆さんにお願いがあるんです。実は今これら全ての問題を解消し、既存の概念を変えるボイトレスクールを新たに作ってます。歌をプロレベルにするために必要な知識と技術、誰でも挫折することなくやり遂げられる体と心のサポート、そして実践に応じて適切なフィードバックを得られる最高の環境、この3つを取り揃えて、歌で人を感動させれるシンガーになるためのレッスンをいつでもどこでも誰でも受講できるように、オンラインを主にしたスクールで実現しようと動いてます。もちろん続けやすいように、価格も一般的なボイストレーニング教室と同じ価格帯、最大でも月2万円前後で提供できないかなと考えてます。現在大筋は見えてきて、この年末年始には皆さんに届けれるのではないかなという段階です。そしてこっからが肝心なお願いです。この新しいスクールは、僕の思いが強い分、皆さんにとって役立つものなのか、本当に皆さんの求めていることを踏まえるためにアンケートを取りたいんです。今動画を見ている人の中には、他の教室に通ったり、教材で学んだり、 YouTube で独学だったり、音大や専門学校に行ったりと、いろんな人がいると思うんですよ。そして日々ボイトレする中で、今の環境に不満があったり、つまずきもあると思う。このスクールではそういった課題をちゃんと解決できるものにしたいんです。ボイトレを信じて学ぶ一人一人がちゃんと成果を出してもらうことにより、自分の夢がちゃんと実現できる人を世界中に増やそうと思ってます。そのためにもみんなの声が必要なんです。ですので今回の内容が少しでも役に立ったり、僕の考えに共感していただけましたら、ぜひこの動画の概要欄に書いてある LINE に登録してアンケートにご協力ください。いただいたアンケートは一つ一つ目を通し、新しいスクールに反映していきます。そしてせっかくご協力いただいた皆様には、お礼として、準備が整い次第、このスクールのテスト参加や協力者だけのシークレット配信、実際にリリース時にはさらに特別なプレゼントもしたいと考えてます。ぜひあなたの声を聞かせてください。それではここまでご覧いただき本当にありがとうございました。概要欄からアンケートよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。レッツトレーニング。バイバイ。